ブルックス・カルバート・ロビンソン・ジュニアは元メジャーリーガー。ウトウミギウチ。ニックネームはザ・ヒューマン・バキューム・クリーナー。23年間にわたるキャリアを一貫してボルチモア・オリオールズでプレーしたフランチャイズプレイヤー。1955年、高校卒業と同時にボルチモア・オリオールズと契約し、同年9月17日にメジャーデビュー。 以来よりオールズ一筋に23年間プレーした。1963年1966年にシンシナティレッツから移籍してきたフランク・ロビンソンと共に、ロビンソンコンビとして大活躍した。フランク・ロビンソンは移籍してきた1年目に参加王に、輝き、ブルックス・ロビンソンも23本類が100打点を挙げ、チームはボルチイ・相手後初となるリーグ優勝。 ワールドシリーズでも、ロサンゼルスドジャースを4連勝で破り、球団初の世界一に輝いた。1970年のワールドシリーズでは攻守にわたる、活躍でレッツを4勝1敗で破って2度目の世界一に輝き、シリーズ MVP に選出された。レッツのスパーキー、アンダーソン監督をして、ロビンソン・カズトに負けたと言わしめた。サンルイッシュとしては、 その守備が高く評価され、人間掃除機と呼ばれた。ゴールドグラブ賞は16年連続で受賞。受賞回数16回は、ジムカートと並び、通算18回のグレッグ・マダックスに次いで、歴代2位体の記録。野手としては、最多受賞である。日本でも、長島修雄が、ロビンソンのフィールディングを手本にしていたと言われる。 1975年から成績が低迷し始め、1977年は開幕からゼフフ調でシーズン途中の8月13日の試合を最後に現役を引退した。同年、自身の背番号5がフランク・ロビンソンの20に続き、オリオールズ2番目の永久欠番に指定された。引退後には、自伝サードベースイズマイホームを出版した。ロビンソンの背番号 ボルチモア・オリオールズの永久欠番に9 7 7年指定。通算成績は2896試合出場。1654? 打数2848アンダー26。268本塁打。1357打点。多くのオリオールズの球団記録を保持していたが、後にカルリップ圏によって全て塗り替えられている。1995年。 カルリプ県が連続試合出場記録を更新した際のセレモニーではミスターオリオールはかつて私のことだったがもはや今は彼のものだとのコメントを残した1983年に野球殿堂入り通算打率267は殿堂入りを果たした内野手及び外野手の中では後に殿堂入りするオジー・スミスに次いで低く 守備力への評価が高い選出であると言える。テッド・ウィリアムスの打撃理論を本人から聞いたが、全く理解できず、守備を重視するプレースタイルになったとロビンソンはコメント。ちなみに、三重札田を4度も放っている。これは2008年現在でもメジャーリーグ最多である。ありがとうございます。